はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、新環境デッキ候補楽園ダイノルフィアデッキ、こちらねご紹介していこうと思っております。ダイノルフィア新パックで登場したパーツなんですけど、フレンジーがこれちなみに SR でよかったですね。これ UR だと思ってたんで、これどうせ UR だなと思ってたんで、フレンジーとレックスタームが UR でどうせ来てやばいなって思ってたんですけど、これ SR でしたね。はい、でこのフレンジーがこれ出張パーツになり得るんですよ。これねこれかなりコンパクトにまとまってまして、今回テリジアとフレンジーの6枚をメインデッキに入れてもらって、で、エクストラデッキはまあ最初だとレックスターム1枚と、まあ、ステルスベギアオアケントレギナ1枚で、これ出張パーツになります。はい、メインデッキ6枚、エクストラデッキ、まあ、2枚ですね。最初2枚でこれ出張パーツになるんですよ。これさすがに強いと、いうことですね。これまずこのダイノフィアレクスタームさんが、まあ以前っていうか昨日の動画でご紹介させていただいた通り、スキルドレイン的な効果を持っていまして、まあ、めっちゃ強いんですよね。でしかも戦闘する際に打点をねライフポイント分と同じにするっていうなんか効果を持ってるんで、まあ、戦闘でも非常に突破されにくいという話がありまして、これがまあ結局強いんですけど、このモンスターをこのトラップカードだけで出せるから、なんか他何入れてもいいんですよ別に。なんか前回の動画は覇王ダイノフィアなんで、覇王竜の魂とかいっぱい入ってましたけど、トラップカードとか別に普通のこういうデッキに入れてもいいんですね。で今回はデスペア、楽園デスペアのデッキの中に、フレンジと、テレジア入れてきました。はい、これ何が起きるかっていうと、楽園融合を普通にぶっ放してミラージェイドとかドラゴスタッペリアとか出しながら、フレンジでレクスタームでですね、ガチで強いですこれ決まるとガチで強いです。まあちょっと気になるところはこのアレベルとテレジアの召喚権が被るっていう、ここだけですね気になるのは。だからまあ勇者とかに似てるわこれ本当に。ここね勇者ギミックもそうだったじゃないですか。アレベルは召喚しちゃうとアラメシアの儀打てないみたいな、なんかあれの感覚が似てるね。うん、で普通にフレンジ、要はアラメシアの儀を素引きしてれば、アラメシアの儀じゃないや、楽園開幕を素引きしてれば普通にそのアラメシアの儀打ってもいいみたいな感覚で、アレベルを素引きしていて、フレンジを素引きしてれば別にどっちも打てるみたいな。だから楽園融合して普通にそのミラージードとかドラゴスタプレイヤーとか出しながら、フレンジ構えて相手ターンにフレンジからレックスターム出せるみたいな感じなんですよ。さすがに強いです。さすがに強い。はい、まあもちろんフレンジーからはね、こっちのケントレギナ出してもらって、ケントレギナでフレンジーの効果コピーしてね、レックスタム出してもらってもいいんで、だからまあステルスベギア2枚入ってるんですけど、まあこういう動きをしながら楽園のムーブもできるんで手数が出るんですね。まあ勇者、楽園勇者みたいな感じですわ、イメージ的には。はい、でまあしっかりと誘発の枠も取れると、増殖するチートグララとかね、エフェクトベーラーとかワラシとか、まあルーン対策のコズミックサイクロンとかね、こういうカードもガン詰めできるんで、でもね、戦っててめちゃくちゃ強いなって思いました、このデッキ。このね、とにかくレクスタームがね、ついでに出るんだけど、ついでに出ていい強さじゃないわ。うん、早速この楽園ダイノルフィアデッキのパワーをお見せしましょう。デュエルスタンバイ。ハンド強そうですね、これは。さすがに強そう。これはですね、まあ、ちょっと金券から発動しますか。金券が発動して、まあ、なんか別に手札決まってっから、まあ、これはあれだな、なんかいいや、なんでもいいや。まあ、こうですかね。はい。で、さあ、何かありますかということで、あ、増殖する G は面倒くせえな、これ打っとくか。今、これ、うらら打たれたら、フレンジーで頑張るわ。これ楽融合も、フレンジーも、まあ、うらら踏むんですけど、どっちかに出せることができるんで、だから手数的には優秀ですよね、非常に。ここで増殖する G をかまして、かましていくより、なるほど。まあ、うららか。あんま強くなくて、まあいいや。うららはいいや。うららでいいや。はい。で、楽園融合一発ぶちかましていく。オッケー、通る。通る。ルベリオン。デスピアン、アルバス、
どうしようか。ふいん、ルベリオン自己召喚成功、自己活動チェンイチ。無限保養でいいかな。で、無限保養いらない、無限保養いらないってどういう判断だよってなるよね。で、悲劇のデスピアの効果発動を、あ、なんかあるの、やるやんけやるやんけ、なかなかやるやんけ。いやでもそんな苦しくないのこれ、ここの無限法要は。デスピアン効果で一応アルベル持ってこれて、アルベルで赤の楽園持ってきたらこれ別にミラジェード出せますね。これ出そうと思えばいくらでも全然問題ないんじゃないですか。アルベル召喚しますか。召喚権まだ使っていない私は。そしてアルベルの効果を発動。ここさすがに赤かな。これ打っちゃっていっか。赤墓穴めんどくさいもんな。一応墓穴はケアしよう。でアルバスの楽印持ってきて、で特殊召喚ですわ。でここでミラジェイダーを出していく。アルバスとルベリオンでミラジェイル、ウィー、おはようございます。別に無限保養歌っても出まーす別に無限保養歌っても出まーす。セットオレンド。さあ見えてる裏がきついだろ。そしてフレンジーも構えてやるぞ。まあ、ミラージェールだけだと思うなよ俺の盤面が。さあかかってこい。相手の手札は4枚。愚かな枚数いいだろ。愚かな枚数はいいや。何日記だろこれ。愚かな枚数入っ、あーミラーかな。なるほど。さあお前はフレンジーを構えられるのか。フレン、今時代はフレンジーだぞ知らんけど時代はフレンジーだぞ。デスピアの、アドリビディムね。アドリビディム、はい、OK。で、アドリビディムからのアルベル、OK。召喚効果、いいでしょう。まあ、それはいいや。楽園融合はうららぶち込めばいいんで、あんま関係なくて。フレンチはちょっと良きところで打っていこうかなって言ったところですね。はい。赤の楽園、なるほど。赤の楽園ね。はいはい、どうぞ。一発打ちましょう。赤の楽園ってことはだな、ここで撃たれる可能性もあるから、撃たれた時にチェーンできないとダメだから、ここでこうしてこうで、こうで、こうするしょ。ちょっと遅かったこれ、なんなら。アレベル召喚でレックスターム撃っちゃってよかったんだって、多分な。これでまあ、でも何出てきても、まあ、ガーディアンキマイラーみたいなの出てきても、なんかあんま大丈夫な気がするわ。これだってここで決まりなって言われたらめんどくさだと思うな。普通にあらったわ。もう、アレベル召喚で撃っていいのこれ、こんなもの。とりあえず、レクスターム撃つわ。ライフポイントを半分払って、相手の打点をライフポイントと同じにするスタイル。これでもう2000以上のモンスター効果発動できないんで。これでな、何でできても大体大丈夫っしょ。さすがに良い通の反動してたな俺で。デスピアンとアルベルとアドリブティムガーディアン決まるこれ。なるほど、危ねえ、よかった。いやこれ1個前に打っといた方がいいですねこれ多分。レクスターム着地はね1個前のタイミングじゃダメだこれ。てか1個前っていうかもうメインフェーズ入った瞬間打っていいよこんなもん。で、ガーディアンキマラどうでもいいわ。この3300とかいう打点でぶん殴ってこようとしたら、ミラーチェードで吹き飛ばしてやればいいんで、あんま関係なくて、これ楽園融合はもう裏が見えてるから、あれか、打たないってことか、相手。はい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 。いいでしょう。やりますね。いいんですか、そんななんか、そんななんか安直に殴っていいんですか。あなたちょっと吹き飛んでもらいますよ。はい。来たこれ、ガーディアンキマラの効果発動できないの強すぎる。セット。なるほど。アルビオンの効果どうするか。アルビオンの効果発動して、結構避けられること多いと思うんですね。デスピアって意外と効果楽、赤の楽園とかで、もうなんかレクスタイムってなんか効果を発動できないっていうなんかその永続的な縛り与えてるから、だから結構強いんだよね。なるほど。まあこれ赤の楽園ですか。赤の楽園発動。この縛り玉相手めちゃめちゃきついと思うんだよね。ああ。なんかOCG では、このなんかそのフレンジーっていうカードがかなりライフ減るから、結構使いにくかったと思うんですけども、なんかそのエクストラターンみたいな。マスターディールはね、絶対決着つくまでやるから、時間制限の中で。
これかなり使いやすいと思うわ。はい、で俺はガーディアンキマラの効果使うから、俺は使うだがてめえはダメだ。さあガーディアンキマラの効果を発動する。で悲劇のデスピアンの効果も発動する。さあこれでウララは効かない。さあデスピアンの効果でアルベルを持ってきて、さらにガーディアンキマラの効果で2枚ドローしながら相手のカードをぶち壊せ。強すぎバロタ、やべえマジで強いこれ強すぎか、何もできてないじゃん相手で。アルベル召喚効果、普通に相手も割と誘発バカバカ投げてきましたからね。それでこの展開できてるんで、これさすがにこのデッキ最強と言っていいんじゃないでしょうか。いや普通にこれやっぱトラップカード1枚で出てきていい性能じゃねえんだよな。フレンジーとかいうカード、これ赤いやろ、これ赤いやろマジで赤いやろって言いながらすごい盤面作ろうとしてるけど、まあ、ちょっと赤の楽に出したモンスターがダイレクトアタックができないんで、ちょっとこのまんまだとちょっとキル取れないんですよねだからちょっと出すしかないという。でルベリオン効果発動して、もうテレジアいらないから捨てて、テレジアはもうなんか一回そのレックスタームとか着地しちゃった後はもうなんか結構どうでもいいんで、割と雑に扱っていいです結構。さあこれでもう積みってやつなんじゃねえか、さすがに積んだら相手バトルフェーズ、ここですね。はいはい、いやーこれー、いや多分このデッキ強いぞ。この盤面できるの弱いわけないだろさすがに。多分普通のね、なんかね、覇王家のダイナロフィアより全然強いこっちの方がなんでかっていうと、フレンジーはそれだけだから、レクスタームはそれだけ。対戦ありがとうございました。あー、まあ向こう2枚あったらなんとかなる可能性は全然ある。まあ、誘発もそこそこ入ってるんでね、このデッキ対応力はまあまあという。うわー、そういうのタイプのデッキかー。どうも平泉聖です。春うららめくられるとちょっとめんどくさいですね。あ、ソニックか、それもめんどくせえな。え、ソニック強くね、ソニックずるくね。いやそれ先行ゲージやん、それはもう。いやもうさすがにエフェクトベーラーだよ、エフェクトベーラー。さすがに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 墓穴打ってもらったらもう無限ホイ打つ。 OK 了解。1枚ソニック、いやこれソニックめんどくせえな。魔法トラップカード1回無効にしてくるっていう効果なんですけど、ソニック、はい、ですね、サンクセキモいですね。どうしましょう、増殖する G。いやーこれソニック1万のが怖いんだけども、ドメインとかフレンジがあるかどうかって感じか。まあ、とりあえずアレベルは召喚するわ。まあ、アレベルの効果は通るね、発動するから。これレクスタームは、まあ、あったら、まあ、多分ダイノフィアなんだけど、これダイノフィア、罠型ダイノフィアだと思うんだけど、まあ、楽園融合しかないか。ソニックあんだよな、ソニック踏みに行かないといけないんだよ結局多分これ。とりあえずバトルしてから考える必要もある。あ、ドメインね、はい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 、はい、ドメインか、まあ、増殖する字打っていいね。増殖する字打ってもこのぐらいしか多分打つとこないと思う多分。あのデッキこっちのメインフェーズに動いていくデッキだから、増殖する字を打ってここで1枚ドローし、まあ、1枚か2枚か、ドメインだから2枚か。これ美味しいぞ、ドメインは2枚ドローできる。これ多分ね、ケントレギナちゃん出てくるんですよ。少し、エッチなの、恐竜モンスター出てきて、1枚ドロー入る。あ、追放来たか。これ、追放強いぞ。これ、追放強えな。このデッキに対して。ソニックをなんとかして、打たせればチャンあるけど、いや、レプスターム、ダリー。レクスタームクソだりーな、これ。うわ、ニビルとかいうクソどうでもいいカード聞いた。ニビル刺さんねえな、これ最近。抜くか、これ。ちょっと待って、これどうしよう。バトルフェーズか。いや、これ一旦ちょっと、これでぶん殴るでしょ。楽園融合。いやー、これ赤ないんだよな。え、これ打ってくれるかな。ソニックどっちかによるんだ。これ無限包容をさ、ソニックの列に。あれさ、置いてさ、いや、わかんねえよな。これ手札に加えただけだもんな。手札に加えただけだから、わかんねえな。これソニックをなんか、
無限砲で打ち抜ければ勝てるのこれ。これ、楽園融合打って、一応ルベリオンは壁になるかもしれないから、一応これにソニック打ってくれるんならそれはそれでいいや、別に。それはそれでいい。ルベリオンが壁になってくれる可能性はある。横3000あるからね。レクスタームでは抜けない。レクスタームでは抜けない。横3000は。よし、ソニック打っていただけたのはでかい。ソニック打っていただけたのは非常にでかいぞ。ここに打ってくれたってことは逆に言うと楽園追放が通るってことだ。はい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 、いいでしょう。いいでしょう。あのね、マジでね、追放でね、あの、しょったりしないとね、無理なんですよ。あの、このレクスターみたいなモンスターで処理するのはほぼ無理なんで、魔法トラップカードで処理するのが一番いいんですけど、これはですね、無限包囲をここにこうしまして、こうしまして、こうですね。で、これこうです。こうすると、あの、縦列をのカードを無効にしながら、楽園追放を打って相手のモンスターを処理することができる。これかなり強い。動きとしては。来た。これ多分あれは処れる。奴の回答は楽園追放。さあどうする？バトル、いいだろう。いいだろう。とりあえずね、無限包容で、縦列のあの魔法トラップカードを無効にしよう。一回。OK。あの癖カードは無効にした。これは、いや、一発目受けてもいいか。一発受けてもいい。受けてもいいね。3000食らいますと。これは別に良くて、でメンツ入りますと。はい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 、いいでしょう。で、エンドフェーズ入ります。楽に追放ぶちかませ。来た！アルベル特殊音、召喚。し。さあ、あなたと私で超融合。ああ、これ、マスカレイドの方が強いな。さすがに、マスカレイドの方が強い。ここと、ここ。融合召喚、現れろ。伯爵竜、マスカレイド。よし。相手残りライフ1000しかねえぞ。来たか、これはさすがに来たか。なんだあの捨てカード。いや、でももうこれさすがにさ、フレンジーとかドメインだと、うららが頭おかしいぐらい刺さってるんで、アタオカの刺され方してるんで、これさすがに大丈夫だと思う。アタッカー用意できんやろ、あれ。バトルフェーズ、どっちか取れば勝ち。バトル、ゴー。行こう。こっちか。さあ、え、あー、決め決めうわ、これ両方とも押さなきゃいけないんだよね。うわ、きつ、マジかー。イタチの大暴、うわー、これきついな。イタチの大暴発が確かに忘れてたわ。そのカード完全に忘れてた。それ何、その伏せカード、その伏せカード何。うららが刺さってくれるカードだったらいいな。ニビルはもう本当に意味がないから、多分もう5回なんで絶対に特殊とかしないから、あのデッキ。ニビル16枚か、まあ、フレンジ打つか。フレンジをぶちかますしかねえ。いけ、今度は俺の番だ。うえやばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた。ちょっと待ってくれ、助けてくれ、助けてくれ。モンスター、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 うわ、ゴミだ、やばい。モンスターを引かれてぶん殴られたら負ける。これデスペアをセットするしかないんじゃないか。悲劇、悲劇じゃないんだ、もう悲劇なんだよな、これ。どっちかっていうとこの盤面、この盤面にもう悲劇だこれ。でも守備2000意外と硬えなこれ。相手のドメインか、フレンジーはうららぶち込めるんで、なんとかなりそうですね。セットですね。はい、了解です。セット、いや、怖いな、あの伏せカード。ドゥルー。来た、フレンジー。次来た、フレンジー。魔封じ、まあ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 、魔封じはそんなに苦しくないね。今、魔法そんなねえし。まあ、楽イーブかもしんないから、一応食らえたんだけど。まんま関係ないね、これは。フレンジーセット、手数的にはね、俺の方が、出ると思うんですよね。普通の楽園デッキなので、メインはなんで、向こうのダイノルフィアギミックよりも多分こっちの楽園ギミックの方が手数は出るから、ゴリ押ししていけば勝てると思うんだけど。いや、メインフェス終了前はもう普通行くよ俺、行くよ俺、これ行っちゃいますよ俺、行っちゃいますよ。
さすがにこうか。で、いやこれでもう一回イタチの大暴発って言われたら切れていいよね俺。これでさすがにイタチの大暴発って言われたら切れ散らかしていいよな。ケントレギナの効果発動はこのターンにしないといけないな。フレンジーコピーするだろ。475、やばい、もうすごい勝負だなこれ。ものすごい勝負だなこれ。400ライフポイント400対ライフポイント475っていうなんかすごいデュエルになってるわ。ああ、どんだけ自殺願望者同士の対決なのこれ。さあ俺のターン、ドロー、無限保養か。なるほどなるほど、掘りますか。バトルフェーズいきますけど、なんかありますね。オッケー、フレンジーもドミもない、いけ、取れ、よっしゃー、取った。魂のデュエルだ。増殖する G とかいう高校ゲーム参加権が通んなかったら終わるハンド来たわ。頼む、俺にゴキブリを投げさせてくれ。合金、いやーこれもう打った方がいいかな。これなんか増殖を打つか打たないか問題って、これ皆さんどうします。これもうなんか2枚あるから別に打ってもらったの、これ2枚あるから雑に。魚まさ、そういうタイプのデッキか。そういうタイプのデッキはめんどくさいんだよな。なんだこれ、エルドリッチだけ本当にやめてください。もうなんかもう群雄割拠とか開かれるの一番面倒くさいんだよなこれ。ちょっと頼む。あー、コズミックサイクルも来ない。一応コズミックサイクル入ってんすけどね。きしょいの来たー、もっときしょいの来たー。鬼きしょカード来た。ちょっと待って、うわそのタイプのデッキはキモいなー。まあ、でもここ打つしかないか。もうここで増殖する字だな。ここで増殖する字をぶち込んで、1枚ドローさせていただいてもよろしいか。もあ、でも言うてこれあれかってことは、ダイノルフィアタイプか。まあエルドレッジよりはいいから、エルドレッジよりかはなんか頑張れそう。わからんけど、これ覇王竜の魂からの脱法召喚ザークね。はいはい、魔法カード今使わないんでね、言うてもう使わないというか使えないんでね、正確には使えないので、これはアルベルで、まあ、楽園融合どうせ打てないんだよな。これもう一回追放なんじゃないこれ。結局さ、このタイプのデッキってさ、何、まあ、幕府地されてるからってもあるんだけど、これ多分追放が一番強いんだよこれ。超融合したらいい説。これはですね、これが一番強いと見た俺は。これで魔封じをかいくぐって、相手が出してきた恐竜サンザウルスモンスターたちを根こそぎ融合してやるよ。あ、ごめん、やべ、まあまあいいだろう、ごめんね、ごめん。これは、まあ、ケントレギナからのレクスタムまで行く感じですかね。はい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 、いいでしょう。で、デッキの中の、ディプロスとテリジアで、ケントレギナ、で、ケントレギナ効果でコピーする感じか。あ、オッケー、いいだろう。で、ケントレギナ効果でドメインコピーして、レクスタムね。あ、オッケーオッケーオッケー。了解了解了解。いや、これなんとかなるだろう。楽園強持ってるぞ、俺。さすがに。トラップカードで融合してやるよ。何が魔封じだ、バカ誰が。目に物を見せてくれる。あ、ドヤ顔で、あいつドヤ顔で融合召喚してるけど、追放に回答あんのか。セット、さすがにこれはね、追放とかいうカードが活躍するところ見せれるんじゃないですかね。6000は耐える、多分、ライフ。さすがにね。うん。なんだこれ、融合禁止エリア。え、やばい、あれなんか俺これ全部融合するカードなんだけど。え、ちょっと待って、融合召喚するって書いてあるな。ていうか、ちょ待ってよ、
お前も融合デッキやんけ。どうなっとるんやこれ。おフレンジ何も使えねえし、ふざけんな。お前も融合デッキじゃねえか。おどうなってんだこれ。おいおかしいだろ。もう融合禁止エリア発動してる、そっちが融合デッキやんけ。なんだこの意味不デッキなんでそんなカード入ってんの。俺を守れアルベル。